新たなショッピング体験の魅力、広島と相模原のイオンモールでの発見。ある週末、私は広島のイオンモールに立ち寄りました。そこで目にしたのは、まるでカラフルな宝石のように並べられたナンバーアンダーラインアイのビアボールグラスの全カラーでした。日常の買い物のついでにこんな驚きの体験ができるなんて想像もしていませんでした。この記事では、 広島と相模原のイオンモールでの特別なショッピング体験について実際の体験談を交えて紹介します。広島のイオンモールに足を運ぶとまず目に飛び込んできたのはビアボールグラスの美しいディスプレイでした。ビアボールグラスの全6色が揃っておりその中には私が探し求めていたカラーもありました。これはまるで宝探しに成功したような気分にさせてくれました。 ナンバーアンダーライン愛のファンの友人と話していると彼も同じ広島のイオンで全てのカラーを見つけることができたと言います特に持っていカラーのグラスを手に入れることができたことが彼の中での大きなハイライトとなりましたこのグラスを手に入れた瞬間の喜びはまるで長年探し求めた宝物を見つけたかのような感動でした次に私は神奈川県相模原市のイオンモール橋本店を訪れました ここでもまた全6カラーのビアボールグラスがディスプレイされていました。この店舗ではリカー担当の方が熱心に取り組んでおり、その情熱が伝わってきました。都心部から訪れたファンと話す機会もあり、共通の興味を通じて新たなつながりを感じました。特に印象的だったのは、ある日の午前中、グラスの在庫について問い合わせる電話が絶えない光景でした。 店舗のスタッフが一生懸命対応している姿を見て、彼らの顧客への真摯な姿勢を実感しました。ビアボールグラスを探し求めていた私たちにとって、このような店舗の努力は非常にありがたいものでした。ナンバーアンダーラインアイのビアボールグラスがこれほど人気を集める理由は何でしょうかその一つは、グラスのデザインの美しさです。カラフルでありながらも上品なデザインは、 どんな食卓にもぴったりとマッチします。また、各カラーにはそれぞれの特徴があり、コレクションする楽しさもあります。さらに、ビアボール自体の味わいも魅力の一つです。ビールの炭酸とフルーティーなフレーバーが絶妙にマッチし、一度飲んだら忘れられない味わいです。このビアボールをお気に入りのグラスで楽しむことで、特別なひと時を演出することができます。 広島と相模原のイオンモールでの体験を通じて感じたのはショッピングの楽しさです。日常の中でふと立ち寄った場所で思いがけない発見や新たなつながりを見つけることができる。これはオンラインショッピングでは味わえない魅力です。特に店舗ごとに異なる展開やディスプレイの工夫が見られる点も面白いところです。同じ商品でも店舗によってその見せ方や力の入れようが異なるため、 まるで小さな旅をしているかのような感覚になります。ナンバーアンダーラインアイのビアボールグラスのような特別な商品がもっと多くの店舗で取り扱われるようになることを期待しています。リカー担当者の情熱や店舗の協力があればもっと多くの人々がこの素晴らしい商品に出会うことができるでしょう。また今後はオンラインとオフラインの両方を活用したキャンペーンやイベントも増えてくるかもしれません。 例えば、店舗限定のカラーやデザインが登場することで、さらに多くのファンが店舗を訪れる動機になるでしょう。このような地域ごとの違いを楽しむことで、ショッピングは単なる買い物ではなく、各地域の文化や特色を感じる旅のようなものになります。異なるイオンモールを訪れる旅に、新たな発見があり、その地域ならではの魅力を再発見することができます。 今後、ショッピング体験をさらに豊かにするためには、どのような工夫ができるでしょうか一つのアイディアとして、イオンモール内でのイベントやワークショップの開催があります。例えば、地元のアーティストによるライブパフォーマンスや、地域特産品を使った料理教室など、顧客が参加型の体験を通じて楽しむことができるイベントは、ショッピング体験をより魅力的にしてくれます。また、 オンラインとオフラインを連携させた取り組みも有効です。例えば、オンラインで事前に情報をチェックし、気になる商品やイベントを見つけたら、実際に店舗を訪れて体験する。これにより、事前の期待感を高めるとともに、実際の体験を通じて満足度を高めることができます。さらに、パーソナルなショッピング体験を提供することも重要です。例えば、 店舗のスタッフが顧客一人一人に対して丁寧な対応をすることで特別な体験を提供することができます。私が相模原のイオンモールで感じたようにスタッフの情熱と親切な対応は顧客にとって非常に印象深いものとなります。このようなパーソナルな体験は顧客のリピーター化を促進し店舗のファンを増やす効果があります。また顧客同士のコミュニケーションが生まれることで 自然とコミュニティが形成され、店舗全体の雰囲気がより良いものになります。今後のショッピング体験は、テクノロジーの進化によりさらに変化していくでしょう。例えば、AR、拡張現実や VR、仮想現実を活用したショッピング体験が普及することで、顧客は自宅にいながらもリアルな店舗体験を楽しむことができるようになります。 また、AI、人工知能によるパーソナライズドサービスが進化することで、より個々のニーズに合わせたショッピングが可能になるでしょう。しかし、どれだけテクノロジーが進化しても、人と人とのつながりや、実際に店舗を訪れる体験の価値は変わりません。むしろ、テクノロジーを活用しながらも、顧客がリアルな体験を通じて感じる温かみや驚きを大切にすることが、今後のショッピング体験の鍵となるでしょう。 広島と相模原のイオンモールでの特別なショッピング体験を通じて私はショッピングの新たな魅力を発見しました日常の中での小さな冒険や新たなつながりが私たちの生活を豊かにしてくれることを実感しました次に訪れるイオンモールではどんな発見や出会いが待っているのか今から楽しみです最後にこの記事を読んでいる皆さんにも ぜひ近くのイオンモールを訪れてみることをお勧めします。新たな発見や素敵な出会いがあなたのショッピング体験をより豊かにしてくれることでしょう。どんな体験が待っているのかワクワクしながら訪れてみてください。あなたの近くのイオンモールにはまだ見ぬ宝物が待っているかもしれません。どんな発見があるのか、どんなつながりが生まれるのか、次のショッピング冒険を計画してみましょう。 そして、あなた自身の特別なショッピング体験をぜひシェアしてください。どんな物語が生まれるのか楽しみにしています。最後に、読者の皆さんに質問です。あなたが最近訪れたショッピングモールでの特別な体験は何でしたかそれはどんな場所でどんな発見や出会いがありましたかコメント欄でシェアしていただけると嬉しいです。新たな発見や体験を共有することで、 私たちのショッピング体験をより豊かにしていきましょう。最後に、あなたも近くのイオンモールを訪れてみてはいかがでしょうか思いがけない発見や素敵な出会いが待っているかもしれません。そして、どの店舗でも同じような体験ができるわけではないので、次にどの店舗を訪れるかを考えるのもまた楽しいひとときです。さて、次はどのイオンモールを訪れてみますか新たな発見を求めて、 次のショッピング冒険を計画してみましょう。あなたの近くのイオンモールには、まだ見ぬ宝物が待っているかもしれません。どんな発見があるのか、どんなつながりが生まれるのか、ワクワクしながら訪れてみてください。